豆柴の大群です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふんわりのマロディー、 僕はどうなった？
私たち豆島の大群です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、相方スパイです。はい、レオナエンパイアです。はい、ミユキエンジェルです。はい、ナオオブナオです。はい、花江モンスターです。はい、モモチンゲールです。改めまして本日は、アンフェスに出演することができて、そして KTZEP 横浜の皆さんとニコ生の皆さん、ありがとうございます。あっちもかな、ありがとう、ありがとうございます。皆さんにこうして出会うことができて本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、ちょっとお気づきの人もいるかもしれないんだけど、ピンク色担当のみゆきエンジェルがちょっとお喉を壊しちゃってて歌を歌うことができなくて、今日はパフォーマンスで見せてくれます。元気です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで今日はこうしてアンフェスに出演することができて、そしてしかもあ、そう、私たち豆柴の大群は1月に新メンバー2人が加わって現在6人体制で走り始めたところなんですけども、はい、今日なんとナローさんが初お披露目ということで、はい、今日ナローさんが始まる日ですね。はい、おめでたいですね。本当におめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいね、お披露目ってさ、たった1回しかないじゃないですか、うん、今日本当に本当にそのナローさんにとってすごく大切な日で、そしてその大切な日に私たちがこうして出演してできるっていうことが本当に光栄だなと思っております。皆さんと残りの時間精一杯楽しんでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。次にやる曲は、アドバイザーの安田大サーカスのクロちゃんが、豆柴の大群が始まるときに書いてくださった始まりの曲です。リスタート。人同士の関係をロマンティック、こっちなくなったのはいつから。駆け抜ける風に託した想い、言葉では伝えることができなくなってる。名もなき神が与えた死ラビリン、すごい自分にしてて、
時は残酷だね離れ離れになってあの日約束したのに最後まで楽しんでいてください。ありがとうございました。